よし。はい、皆さん、こんばんは。今日5月、1日です。市でちょっと前ですね。ちょっと帯広の街をね、ちょっと今仕事できたので、ちょっとだけね、撮影していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今これノースランドの前ですけど、ここの喫茶店ね、やってません。あと、駅前、駅、帯広駅の南側ですけど、ほとんどね、車の方もいません。はい、今、7時2、3分前でしょうか。ちょっとね、これから帯広ね、街の方にね、歩いていきたいと思います。はい、帯広駅の、北側に、ね、来ました。歩いてる人は本当に少ないですね。数名いるかとか、そんな感じでしょうか。車もね、ほとんど止まってなく、タクシーがね、まあ、こう何台かある程度でしょうか。車もね、ほとんど走ってないような状況ですね。じゃあこのままね、まっすぐ行きたいと思います。あそこの映画館とパチンコ屋さん、太陽ですか、閉まってます。あ、こんにちは。はい、藤森食堂も閉まってます。ではこれね、右の方に行きたいと思います。ここのホテルも閉まってますね。ヌプカ。お客さんはちょっとちらほらいるんでしょうかね。ただ他の店はほとんどやってないですね。はい。平和園の喫茶店の方もね、やってないですね。閉まってます。いや、本当に人気がほとんどないですね。ね、ビッグエコーもやってないみたいですね。はぁ、あ。はい、ここね、北の屋台ですけども、ここもね、ゴールデンウィーク中は、書いてますね。4月の24日から5月の6日まで閉鎖してます。ね、先日、確か、中のね、お店もリニューアル、新しいね、方たちが入って新しく確か始めたんですけども、もうすぐね、今の間閉鎖という形になってしまっているみたいです。この辺のね、ビルも、ビル自体も閉鎖してますね。いやー。ここのビルもそうですね。いつもね、賑やかなんですけど。こう。
辺にもね、結構美味しいお店さんあるんですけど、もうすべて真っ暗でやってません。そこの十勝ビール園も休んでるみたいですね。真っ暗です。はい、広小路に来ました。お店屋さん、ほとんどやってません。はい、藤丸前まで来ました。藤丸も確か今やっていないはずです。もう寂しいですね。もう真っ暗。これもね、ほとんど人はいないような状況です。そうか。ね、帯広の街も本当になんかこう歩いてみると駐車場が増えました。建物が建たないで、駐車場になるというのが今、帯広の街の、現状かなというふうに思います。まあ確かに建物をね、建ててもなかなか需要がないというのもあるでしょうから、そこまでのね、リスクを犯せないということなんでしょう。で、駐車場の方がまだね、需要あるというのがありますので、はい、今ですね、ここまで来ました。元、イトーヨーカドーがあったところなんですけど、今それ取り壊されて新しいですね、経済センタービルとかですね、分譲マンションのあとが今建ててる最中です。旧ね、こちらの経済センタービルは角の方です。こっちのね、南側のカードの方は取り壊されているような話です。だいぶこうできてきましたね。新しいビルと立体駐車場と、あとは分譲マンションが今建築しているというような今状況です。まあこの辺も本当ちょっと寂しい限りですけども、はい。まあ今ね、帯広の町はまあこんなような状況で非常に厳しいような、状況に至ってます。まだまだね、自粛も1ヶ月半くらいこれから伸びるという話なので、ね、まだまだこれから耐えなければいけないと思いますけども、なんとかね、みんなで力を合わせて、乗り切っていけたらなというふうに思っております。最後、じゃあ、この辺だけ最後見させてもらって、これでね、本日はね、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。